よろしくお願いします。あのリモートサークルライブということでね、はい、私たち1本目の動画になりますので、ちょっと盛り上げていきたいと思います、はい、まずはね、自己紹介からいきたいと思います。はい、行きましょう。私、八木元代表、こう見えて元代表の八木の柴田美香と申します。よろしくお願いします。よいしょ。10期の正規と言います。よろしくお願いします。ごめん。8期、10期のね、喫水の仲良しコンビでやっていきたいと。仲良しコンビでやっていきたいと思います。で、今日ね、めっちゃホットな企画を、はい。はい。俺まだ聞かされてないんですけど。そう。あの、黙っといてって言ったから、うん、そう、結構、ちょっと、やばい。やばめの？うん。あ、でも、ちょっと、やっぱ盛り上げていきたいということで、はい、じゃあ早速ね、企画の方、はい。いきたいと思います。はい。真っ赤な本能を呼び起こせ、汗だくが激辛チキンライス。あのちょっと噛んじゃった。タイトル噛むやめて。ごめん、ちょっと申し訳ない。聞こえたかちょっと分かんないですけど、うん、真っ赤な本能を呼び起こせ、汗だく激辛チキンレースです。なるほど。はい、激辛。そう、激辛。彼の大丈夫ですか？苦手です。苦手です。めちゃくちゃ苦手です。私も苦手です。なんでこの企画やったんですか？攻めていこうと思って、やっぱり。企画を説明して、はい、説明してください、はい、お寿司をですね、お寿司、そう、お寿司を15巻お寿司は大好き、ね、お寿司は大好き、お寿司は大好き、お寿司大好きアカペラで撮ってるんで、うん、そう聞いたことない、聞いたことないけど、毎日寿司でもいいから、ね、毎日寿司でもいいでも本当に、で寿司を15巻用意して、はい、レベル1の辛さからレベル15の辛さまでね、うん、あります。もう1個目からでも辛いの？そうで、それでじゃんけんして負けた方から選んで食べ続けていって、はい、うん、負けた方から、そう、負けた方から選ぶ、だからレベル1から食べなくてもいいのよ、チキンレースだから、ね、あーで、あの飲み物を飲むおは吐き出した方が負け、あ、じゃあこの今ね、ぎそうからのためにこれ、そう、一応用意してる、ね、ヨーグルトドリンク、これ飾り、これ飾り、そう、基本だから、じゃあ飲むなら最初に飲んでおいた方がいいね。まあそうだね、まあ怖いんだったらね、いや別に怖くはないけど、ほんと、まあどっちもいいんだけど、激辛苦手な二人でやっていくの、いや、なかなか、まだ面白いと思う、まあ、そうね、ぶっ飛んでます、はい、いやでもここちょっとね、見えてんのよ、これで、まあ、レベル 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 っていう感じです、はい、激辛なんで、なるほどね、で、まあ汗だくになっていこうよと、あ、汗だくのソウル見せていこうよ、いいですね、はい、やっていきましょうっていうことでね、いやこれはすごいな、ちょっとレベル1ちょっと見てもいい、なんか、あ、いいよ、レベル1これぐらい、まあ通常、あ、まあ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 、あれ100円皿のお寿司屋行ってわさび入ってたらこんくらいのね、そうそうそう、感じだからね、それは、はい、やっていきましょう、やっていきましょう、うん、企画スタートで、じゃんけんか、うん、じゃあいきましょう、最初はグッジャンケンポイ、じゃあ負けの、どうぞ行ってください。いやでもね、一回、うん、お腹空いてるから、うん、一回ちょっとジャブで、そうね、うん、レベル1いかして、まあまあまずね、多分ね、どれぐらいの辛さなのか、自分で握ったお寿司だし、うん、多分美味しいと思うんで、これちゃんと酢飯で、そうそうそう、すごい、いただきます、おいしい、ああいいね、でも俺もなんかいきなり行き過ぎても、うん、ちょっとまあ、ね、あの味が分かんないから、うん、基準のね辛さを、うん、一応俺もレベル2から、うん、いただきます。お手製お寿司よ、すごい、いただきます、どうですか、わかんない、そう来ました、もう俺ね、来てるよ、ソウル、待って、飲んじゃダメなのか、これ、じゃ、ん、飲んじゃダメです、吐き出すとき、ちょっとちゃんとあの、エチケットエチケットでね、ってことで、じゃあ私はいや、 やっぱここからちょっとエンジンかけていきたいということで、1,2,3,4,5,6,6 いこうか、マジ、うん、これチキンレースでしょ、そう、俺だから超えていかなきゃいけないでしょ、どんどん、早くない、いや大丈夫よ、いきます、あれ来てる何も言えない、辛い、辛くないよ、飲み込んだ、はい、はい、大丈夫です、レベル6達成いたしました、6か、まあまあ刻んでくっていう手もあるよ、チキンレースってね、やっぱね、この競い合いがね楽しいから、じゃレベル1個上の7、はい、うわ待って、これさ違うよ、これ見て、これはみ出てんのよ、わさびが、
で、それね、多分全部なんだよ、ここら辺。ちょっと待って、マジか。なんだこれ。いいか、早く言って。うわ、やばい。ちょっと待って、わさびちょっとつけて、やばい。いただきます。うん、違う、これ柴田さんがあのリアクション先にやってるから俺すごいオーバーみたいになるけど、辛っ。ガチなやつ。いただきます。うん、おいしい。13レベル13いただきます。最初に、そうそう、こうビルってくるのよ。これ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 、マジでこれなる。あー、来た来たカノン。これ我慢できた。あー、やばい。危ない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 。うわー、すげえ。でもまだ食ってる。飲み込めてない。あー、これ。震えてる震えてる。我慢できますね。いけますか。いやー、これはすごい。俺も次いけないんだけど、こうやって。つかね、多分俺ね、これ食べ方分かったわ。あの、もう入れて、飲んじゃう。飲み込めば勝ち。そうそうそう。そうなんだよ。まあ、でもせっかく作ってくれたのに味わわないっていうのはね。やっぱそれ作って、握ってくれた板前さんにさ。そうだよ。これ、いいの？これ。わかる？めちゃくちゃはみ出てる。怖い。さっきちょっと反省があって、うん、シャリにつけるのは違うわ、うん、でしょ。お寿司屋さん行ったら怒られるもん。そうそう、怒られる。やっぱネタにつけて食べるのがね、筋ですよ。いただきます。怖い。やっべえこれ。あー。楽しい。お前食うまで押せんだよ。ごめんなさい。いただきます。うん、めちゃめちゃ大丈夫か大丈夫か大丈夫か。いやー、危ない。悪いわ、それは。大丈夫か。ちょっと喋れないから喋って。こいつ15年食っちゃったと。どうすんだ、動画どうすんだってなるじゃないですか。まあ、私はでも後輩にレベル15行かれると思ってなかったんで、レベル16用意していきたいと思います。はい、はい、行きましょう行きましょう。クッキングスタート、うん、あれあれはシャリは、シャリシャリシャリってない、米シャリってない。え、あ、いや、あ、うん、お寿司の概念飛び越えていく。いや、いや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 、もういいと思うよ。まあ、こんなもんでしょ。はい、じゃあね、まあ、レベル一応16になるのかな。一応16になりますね。まあ、こんな余裕だよ、正直。いやいやいや、これすごいぞ。じゃあ、いただきまーす。いってらっしゃい。なんか、あ、でも意外といける、うん。さあ、ということで勝負の方つきました。今回10期の勝機が果たしてもらいました。イエーイ。いやー、弱かったっすね、正直。まあ、相手になれないとこはちょっとありましたけど、まあ、また別の挑戦者待ってるんで、今回の企画はこれでおしまいにしたいと思います。それでは
このね、はい、企画のタイトルにもあった、そうなんで真っ赤な本能、ね、そうそう、ちょっと次のバンドがね2年生同期バンド初 の, このお披露目ですよ、うん、もう前から組んでていつかやろういつかやろうっていう組んでて、まあ、僕も出てるんですけどまあね真っ赤な本能ですあれは、はい、燃えたぎってますわ、ギラギラですね、はい、ギラギラの2年生ファイアグラウンドっていう、まあ、歌詞にも真っ赤な本能って出てくるけどね、ギラギラ の, あの2年生たちを見てやってください。それでは聞いてください、 K 軍の一角でファイアグラウンド、どうぞ。どうぞどうしてアドバンテージなんてない、向いてないセンスない、誰もがそう言って笑ってるなんてことない、ビビる必要はない、たった一発で180度真っ白な感性に変わるぞ、アイデンティティのイストリーゲームはとっくにオーバー、それでも弾かれまいと世界を両足で握りしめる、どうしてどうして確かなもんなんてない、向いてないセンスない、歴史のストーカーが騒ぎ出す天才秀才、20年に経った一人の逸材、そんな安い言葉売っ払って替えの利かない目で見つめろ、熱血と根性半身創痍のロックンローラー、最近お外が暑すぎてお散歩したらサウナみたいなんだよ。この間は足が暑すぎて溶けちゃいそうになったわん。セミさんもみんみん忙しそうだわん。私はお散歩しないから関係ないにゃ。ココちゃん大変そうね。私は涼しいお部屋で毎日寝てるにゃ。
私の大好物はチュールなのに最近全然くれないの。でも毎日飼い主がいるからたくさん遊んでもらってるにゃ。そういえば私の飼い主もずっと家にいるんだわん。毎日飼い主に歌ってるところを見せられてるからお気に入りの歌を歌えるようになったわん。夏になって歌え。うまいでしょ？この曲は夏にぴったりで、この暑い夏も乗り越えられそうだわん。たまたまかな？うちの飼い主もそれ歌ってるにゃん。あたしも歌えるのよ。夏になって歌え。飼い主がこの曲は思い出の曲って言ってたにゃ。あれ？またその曲が聞こえてきたわよ。この曲なーに？きなこちゃん、うますぎるわん。この曲はリトルグリーモンスターの夏になって歌えだわん。あ、始まるわん。Ooh.
史上最高気温この今を焼き尽くして喉の奥横断歩道で惹かれた影を恋も夢も全てはあ夏になって歌え史上最高気温この今を焼き尽くして喉の奥巷で話題のダルゴナコーヒーを作っていきたいと思います。いつから流行っていたのでしょう、知りもしませんでした。ということで今日はダルゴナコーヒーを作っていきたいと思います。いるのは材料作るのにいるのはジップロック後で持ってきます。でこれであったインスタントコーヒー家の近くにセブンがあるのでそれで買ってきました。豊かな香りいつものコーヒーです。こちら商品紹介したいと思います。見えますかね。大丈夫そうですか。あ、やだ、こっちでピンタ大丈夫そうですか。で、これです。お色味がとっても可愛いブラウンです。はい、で次にですね、こちらお砂糖。私普段結構お菓子とか作るのでこういう風に使いやすいように小さじと一緒に入れてあります。可愛いピンク色です。ありがとうございます。はい、次牛乳です。さっき買ってきました。そんぐらい、マジでそんぐらいなのでね、1対1対1で砂糖、あ、水もさ汲んできますとか言って井戸からみたいな、違うんですけど普通に水道水でいきたいと思うんですけど、水、インスタントコーヒー、お砂糖、1:1:1の割合で、ジップロックに入れて、シェイクシェイクしまーす。じゃあ、していきまーす。お砂糖入れます。1。よいしょ。カパカパする。じゃあ、2。え、待って。砂糖。なんか、適当に入れちゃったから分かんなくなっちゃった。もうちょっとか、もうちょっとっぽい。あと、1。え、わかんなくなっちゃった。あともう1ぐらい？よいしょ。え、待って。ちょっとさ、どうの多くなった気がするんですけど。ちょっと入れとく？こういうとこだよね。てあ、いい感じ。いい感じなんで、ちょっと水。お水入れまーす。リリリリリン。多かったかもしれないけど。多い気がする。え、疲れた。あともう振ってくんだけど。どうやって振ればいいか分かんないしや。分かんない。振っていこう。君とのラブストーリー、それは予想通り、以前始まれば一人芝居だ、ずっとそばにいたって結局ただの観客だ、感情のない I'm sorry、 それはいつも分かんない歌詞、ララ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 ラ
もうマジでペンタトニックスのペンタのカバーがはちゃめちゃにいい。あの人たちだって外国の方なのに、この日本のその難しいと言われている発音をあんなに綺麗にできるんだよ。だって I'm sorry だよ。I'm sorry とかあっちの人は言うかもしれないけど、だって I'm sorry ってやばくない？普通にシンプルやべ。こちらですね、さっきもやったんですけど、ちょっとビヨンボコです。汚い茶色こんな感じ、こんな感じです。やばい、一杯分もない終わった。え、待って、買ってくるんだが、そんな。はい、買ってまいりました買ってまいりました。こちら開けていきます。いきます。どんぐらいかな、どんくらいまで入れればいいかな、こんくらい、取りまね、取りまね、ちょっと画角ミスで、これを、うん、あ、めっちゃコーヒーの匂いする。え、なんか全然泡とは、え、なんか浮くやつは浮くんだけどさ、ジョーク？もっと違う設定で出会える世界。あ、でもいいんじゃない、割と。でもなんか下にね、あの、私の求める、あ、うまっ、濃いわい。もう一個作る、もう一個コップがあるので、こっちの方にもう作る。あ、待って、こういう時に限って画角画面からはみ出している。いや、でもね、いい感じだよ、ほら。わっ、できたんじゃない、超かわいいじゃん。ほら、ちゃんと下にも溜まってないし、え、これは成功じゃない、成功したんじゃない。こっちほらマジで超ダルゴナ、超ダルゴナやん、やば。あ、混ぜるもん持ってきてないわ。まあ、でもなんかちょっと一応飲んでみる。あ、上しかない。持ってきましたので。やばい、さっきのはさすがに、あ、もっと違う性格で、もっと違う価値観で愛を伝えられたらいいな。何が正解か分かんない、急に打つなんだけど。切ったね、音。え、でもほら、なんかコーヒー牛乳みたいな色になった。いくわね。あ、めっちゃうまい。シンプルうまいやんけ。どれがダルゴナコーヒーでしょうか。君いいねって感じ。え、なんかもっと映えだけのために作られたお飲み物だと思ってたんだけど、シンプルにね、ちゃんとうまい、ちゃんと美味しい。あーね、牛乳多めのが好き。え、なんか可愛いのに美味しい、ずるい。君とのラブストーリー、それは予想通り、いざ始まれば一人芝居だ。ずっとそばにいたって、結局ただの観客だ。感情のない I'm sorry、 それはいつも通り慣れてしまえば悪くはないけど、君のロマンスは人生から続きはしないこと。
もっと違う設定でもっと違う関係で出会える世界線選べたらよかった。もっと違う性格でもっと違う価値観で愛を伝えられたらいいな。どう願ってもまたからの、来た。お、久しぶり。久しぶり。やば。元気。よかった。髪切ってね、なんかめっちゃ。うん、切った。染めてるし。やば。そう、イメチェン。やば、どうした。え、シムも切った？切った。やっぱ。え、よかった。え、すごくない？みんなわかんないからさ。あ、マジで？そう、ちゃんと切ったのよ。うん、いい感じ。何してた？え、私？うん。あの、ずっと YouTube 見てたかな。あ、YouTube？ うん。え、なんか、いいのあった？いいのってか。あ、なんか自粛中にハマったのが、リモートアカペラ？知ってる？え、わかんない。え、知らないの？いや、あのさ、特別番組もやってたんだよ、アカペラで。知らない？いや、テレビもあんま見ないからわかんない。あ、マジか。うん。え、じゃあ、シブン、逆に何やってたの？え、聞く？そこ。うん。一個ね、特殊能力身につけたんよ。うん、特殊能力？特殊能力。何する？なんと、なんだと思う？え？あの、王道のさ、あの、うん、スプーン曲げとか？いやいやいや、そんなんじゃないから。いや、そんなんて、スプーン曲げもすごいからね。すごいけど、全然違うから。違うの？じゃあ、投資能力。いや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 、でもね、なんて言うんだろう。当ててって言っておきながらあれだけど、ちょっと自分もね、うん、言葉でちょっと説明できないから。そんなわからないよ。でも見てもらった方が早いわ。あ、そうなの？見れんの？うん、見れる見れる。え、マジか。待って。何やってんのね。いくよ、いくよ、うん、見ててね、うん、いくよ。甘いちごを頬張るように僕を愛して、ダリンハートに来てるのに。待って待って、ねえねえ待って、ストップストップ。え、何やってんの？え、すごくね、これ。え、いや、すごいけど。うん。え、そこね、なんか一人でね、なんかこんなのできるようになった。マジか。うん。え、あのさ、アカペラ知らないって言っときながらさ、めっちゃアカペラだったんだけど今の。
え、これアカペラっていうの？え？え？あ、でも普通は6人とかでやるんだけどさ。あ、え？え？怖い怖い怖い。え、じゃあ、え？めっちゃ練習したんだけど。え、みんなできるってこと？いや、みんな6人で合わせてやるんだよ。あ、そう。え、じゃあさ、夏美が好きな、ね、その、アカペラの、何、グループっていうの？じゃあ、6人ってことは。うん。で、なんかいる？誰かいる？え？あ、よく聞いてるのは、私とクスノキっていうバンド。え、なんか、どんな曲歌ってんの？え、かりゆし58のアンマって曲、知ってる？あ、知ってる。あ、マジか。え、やろうか今。え、やる？いや、いいよ。やんなくていいよ。やるわ。いや、いいよ。あ、いいの？うん、いいよ。え？え？やるよ？いや、いいよ。あ、いいの？いいよ。あ、ちょっと、今からさ、授業入ってるわ、Zoom で。え、もう11時だけど。え、そう、23時からやるのよ。ああ、そう。うん。え、ごめん、じゃあ、切るわ。またね。え、あ、わかった。バイバイ。え、なんかどうしたのかわかんないけど。まあ、いっか。え、じゃあ、ちょっと、私とクスノキっていうバンドを聞いてみようかな。甘よ私はそれでも気づかずに思いのままに過ごしてきたのでした。初夏の晴れた昼下がり、私は生まれたと聞きました。母親の喜びよ大変だったと聞きました。ただまっすぐ信じる道を歩んでほしいと願い込めて、悩み抜いた末にこの名を私につけたと聞きました。我が家はあの頃からやはり裕福な方ではなく、友達の持ち味感謝を羨ましがってばかり、少し困ったような顔でごめんねと繰り返す、あの隣でいつまでもいつまでも泣いたのを覚えてます。甘よあなたは私の全てを許し、全てを信じ、全てを包み込んで、惜しみもせずに何もかも私の上に注ぎ続けてきたのに、甘よ私はそれでも気づかずに思いのままに過ごしてきたのでした。強さの意味を吐き違えて、喧嘩や悪さばかりを繰り返し、勝手気ままに遊び回る本当にろくでもない私が、真夜中の静けさの中忍び足で家に帰った時も、狭い食卓の上には茶碗が並べられていました。ダラダラと過ごし続け、浴びるほどに飲んだ私が明け方眠りに落ちる頃、まだ薄暗い朝の街へ母は出ていくのでした。私はあなたに言ってはいけない、決して口にしてはいけない言葉を加減もせずに投げつけては、私の上に注ぎ続けてきたのに、甘よ私はそれでも
気づかずに思いのままに過ごしてきたのでした。度が過ぎるほどの頑固さもわがままも卑怯の嘘も全てを包み込むような愛がそこにはありました。あなたのもとに生まれ落ちたことはこんなにも幸せだった。今頃ようやく気づきました。こんなバカな私だから、春先の穏やかな朝に新しい命が生まれました。あなたのようによく笑う宝石みたいな女の子を、優しさの中に凛々しさを秘めた人になるようにと願い、あなたの一番好きな花の名前を付けました。ビンビンハロージャック、どうもイセキンです。さあやってまいりました、ジャックオンラインサークルライブ。いやーね、もう終盤に差し掛かってますけど、皆さん何が一番印象的ですか？僕はね、やっぱり最初の K 群の一角ですかね。もう僕ヒゲダン大好きなんで、もうファイヤーグラウンド超かっこよかったですよね。いやーもうあの男性にも負けないザッキーのもう声量、そしてもう中盤のあの各パートのソロパフォーマンス、もうこの2つが忘れられなくてね。いやーもうめちゃくちゃかっこよかったです。いやその他にもね、やっぱりすごいパフォーマンスをしてるバンドもいくつかあるのでね。いやもう全部か、もうめっちゃいいライブだなこれ。でね、もう次のバンドに行こうと思うんですけども、次でなんと最後になってしまうんです。すいません。でね、もう次のパフォーマンス行く前に、新入生の皆さん覚えていますでしょうか。題して、仮入社生が選ぶジャックバンドランキング。この企画、知らない人のためにも一応説明しておくんですけども、以前ね、ジャックに仮入社してくれた新入生にもうジャックえりすぐりのバンドをリストアップしたんですね。でそれを新入生に聞いてもらって、でそこで投票してもらうと、自分の一番印象に残ったバンドにね。でそのえりすぐりのバンドでどこが優勝するのか、いやー楽しみですね。それでは早速発表していきたいと思います。あ、ごめんなさいね、一応カンペ使わせてもらいます。もう忘れちゃうのでね、もう全部書いてあります、ここに。はい、あ、ちなみにこれ、この間買い替えた iPhone SE 第2世代です。はい、じゃあもうやっていきます。ですね、なんと3位同率で3バンドございます。はい、じゃあもうどんどん読み上げていきます。では第3位、アンジュ、撫で方、夢見ていたい。続きまして2位の発表に移りたいと思います。2位、はい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 、もうねすごいとこだよね。はい、じゃあ発表していきます。第2位は、江戸のゴリラ。はい、2位に輝いたのは江戸のゴリラでした。僕1回だけ生で聞いたことあるんですけど、もうインパクトがすごすぎて鳥肌鳥肌って感じでした。はい、僕このリストに載ってたのを見たことある見た人は分かると思うんですけど、この赤スピの動画僕何回も見てて、本当見るたびにやっぱり、あ、このバンドってやっぱすごいんだなって思いますね。はい、構成がアップテンポバラード、アップテンポっていうので、やっぱり見てる人を飽きさせないっていうのもやっぱりもちろん、やっぱ最後にもう最後の曲、ランナウェイベイベー、それでも思いっきりぶち上げてくれるところがもう本当にもう
観客の心をわしづかみにしてますよね。はい、もう憧れるバンドです。それではお待たせしました、第1位の発表です。はい、それでは第1位、合言葉。はい、というわけで1位に輝いたのは合言葉でした。おめでとうございます。ですね、この合言葉、まあ僕初めて聞いたんですけれども、まあ僕の印象としてはザ・うまいバラードバンドって感じでしたね。もうイントロ歌い出しからもう聞いて、あ、うまいバンドだっていうのがもう全面に伝わってきましたね。いや、もうリードボーカルの方ももちろんのこと、コーラスがまあとにかく声が綺麗なんですよね。で、まあ、声質が似てるのかな、結構絶妙なハーモニーが奏でられていて、もううっとりしてしまいましたね。ただね、一個だけ悔しいなって感じたのが、僕この合言葉のパフォーマンス生で聞いたことがないんですね。はい、先輩で台が被ってなかったので、サークルライブとかで一回でもいいから生で聞きたいなっていうのがあって、いや、なんでその時ジャックにいなかったのかなっていうのがちょっと心残りですね。はい、というわけでカリニューサーセが選ぶジャックバンドランキングベスト3が決定しました。いやー、どうだったでしょうか。自分が票を入れたバンドはランキングに入っていましたか。いやー、なんといってもね、やっぱジャックのバンドってやっぱこうして改めて聞くと、いや、やっぱ楽しいですよね。もうアップテンポだろうがバラードだろうが、もう何を聞いても楽しい。これがもう本当にジャックの良さだと僕は思ってます。はい、これを機にね、まあ改めてこうやってランキング入りしたバンド、もう一度聞いてみたい、まだこれ聞いたことないっていうバンドがあったら、ぜひぜひね、もう一度見てみてください。それでは皆さん、お待たせしました、次のバンドがジャックオンラインサークルライブ最後のバンドです。その名もスカイスクレーパー。はい、このスカイスクレーパー、男女3人ずつで構成されてるんですけども、中でも女性3人の声量、これが見どころだと思います。はい、それに負けないくらいのね、パフォーマンスも男子3人でやってるので、そこもぜひぜひ注目してみてください。それではスカイスクレーパーのパフォーマンスまで3、2、1、ファイヤー。Ain't a thing, ain't a thing, but you bet you know your world. Ain't a thing.
Listen, instead of just gotta get up, get in, get body, get better, and don't you ever forget it. If you're starting to shoot it, then it will shoot it for ya. If you feel it, then you vibe high. That's my girl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 . What you waiting for? That's my girl. That's my girl. That's my girl.迷った時は音の鳴る方へ。